はい、どうもさん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルクです。タケです。いいとき。スマルです。ヒランです。はい、ということで、今回やっていく企画は、ガチ鬼ごっこー！ 2週目の最後。まあ、最後、最終回となるかもしれないガチ鬼ごっこ。はい。まあ、今回逃げる人はもう分かってるよね。はい、逃げる人はスマイルでーす。ゲームマスターは、はい、シャー君の試合手は俺でーす。そしてスマイルを追うのが、この4人でーす。はーい。最終回ということで、それに、ね、見合うぐらいでいい。ね。いや、目指してほしいわ。俺らもいいハンティングをね、見せたいですね。まあ、ということで、まあ、ガチ鬼ごっこどういうルールかと言いますと、まあ、30分間の間に、まあ、広大なマップの中を1人の逃亡者が逃げ切って、逃げ切れたら勝ち。そして、4人のハンターが捕まえられたら勝ち。シンプル！シンプルですね。はい。1位について。よい、天丼番危ねえ危ねえ、ふざけんなよ、あんだよ、このマップマジで。今回は相当尖ったマップをね、ご用意しました。君ですね、このマップ選んだのは。俺が選んだのは俺ですね。ふざけるなよ。相当尖ったマップ選びましたね。ふざけるなよ。つまり後ろ見て。あ、どうも。これ、よくこうできたね、君。はい、ということで、スマイルさん、なんか一言ありますか？はい、いや、なんか、なんだろうね、悪い夢を見たかのような顔をしているな。確かに悪夢を見たかもしれないけど、かもしれないけど、とりあえずやっていこうよ。そんな夢は忘れて、しっかり最終回やっていきましょうか。はい、行きましょう。じゃあ、はい、始めますか。はい、はい、かかってこいや。いきますよ。はい、よさそう。あー、乗った。今回は、まあ、いい感じになんか、今回なんか面白い縁が描きそうな。まあ、いいか。さあ、夢を見たが、そのこと忘れて。はい。ここはどこですか？ここですね。森の中。森の中ですね。どれの森だよ、これ。あれ、どれだ、これ。まあいいや。まあ結構、右半分が、大部分が森が占めてて、はい、一部覆われた森もあるみたいな感じで、左がだいぶ海が広がってみたいな。村に行きたいが、なくないこれまた。遠いな、ちょっと、あるとしても。さあ、今回作戦はあるんですか？とりあえずね、盾を作りたい。盾？はい。剣の攻撃防げるところ、盾って。そう。まさかね、なるほどね、盾持ってねえだろうと思ったら、ガードして、で、なんか突き落としたいね。あ、なるほど、ね。渓谷の近くで、渓谷あるんですか、この服。知らないよ。ないことないと思うけど、渓谷が割とどこでもあるから、探すのが悪いだろうな。はい、盾使えば、まあ、剣は攻撃して、食らわないんでね。その何ってなってる時に、突き落とす、殴って。なるほどね。まあ、開始この間になるべく鉄をできるだけ多く焼いて食料を手に入れたいところだけど、サバイバルに時間かかるっていうのがちょっとデメリットなんで、そこをうまく逃げ切りながら装備整えられるかっていうのが大事ですね。よし、はい、俺右上かな。大盛りがあります。ルークが全然来ない。あ、僕は、俺はどれだ。左下です。俺真ん中だね。真ん中。僕右です。真ん中ちょっと右側割とおるわ。右上です。大盛りの上にいます。覆われた森の上にいます。大森ね。大森駅。俺がいるところは白樺の森ですね。白樺の森駅。で、右下が？右下駅。代々木。で、そこは何？山岳っぽい見た目してる。山岳でもめっちゃ高い山ってほどではない。なんかちょいプチ山ぐらい。山岳。ああ、いや、雪がギリあるぐらい上に。左下が金時。イエス。まあ、山岳かな。山岳なんだ。山岳かな、やっぱ。山岳かな、やっぱ。これ今回結構森あるから、巻きやすいかもね。巻かれちゃうかも、ね。燃やしょ？燃やしょ？一見悪徳に見えて覆われた森を燃やすことを進めているだけの男。悪徳だな。悪徳なんだよな。人はそれを。突っ込みさせたいだけでしょ。それおい、分かってきたじゃん。え、これ味方殺すのダメだっけ？ブルークから逃げるっていうミッション追加されてしまったわ。追加だね。で、僕スマイル追いかけるから、君たちスマイル追いかけれないよ。もう、やばい。終わりだね。さあ、もう早く2分経っておりますが。早くない？まあ、ガチョに逃げてる人からすると、時間経つの早いっていう噂があるから。グシャ。びっくりした、ハンターかと思った。だけんないこいつ。金時の悪夢再来。すごいな。ね、
山岳島みたいな感じになってる。真ん中の下行くわ。まあ、俺はじゃあ左を直上します。ああ、じゃあ俺こっから左に進むか。チェキン。ああ、完全に島ですね、これは。こっち湿地あるわ。この俺一番上ね、一番上の今俺がいるところちょっと湿地、覆われた森と湿地。はい。オッケー。はい。はい。リピートアフターミー。覆われた森と湿地。覆われた森と湿地。覆われた森と湿地。はい。オッケー。覆われた森と湿地。No。覆われた森と湿地。覆われた森と湿地。あ、いいですね。離れよ離れよ離れよ、もうやだ。だって近づかれなければさ、やられねえんだよ。あ？わかる。近づかれなければ、ね、それはガチもう鬼ごっこの鉄則ですけどね。そう、鉄則すぎて話にならんな。鉄はないっすね。いや、いけないんだよ。鉄なかったらもう破綻するけど。そう作戦今のうちに。どうなんだ、ほっといた方がいいのかな。逆にさ、いや、ある程度距離取ってからっていう、場所わかんない。今が一番近づきにくいんだから。まあ、かえ、ちょっと距離ちょっと離れた。あのね、下のやつがね、怖かった。海なんだね、左。俺こっから南下するね、右上から。あたし隅から潰すわ。何の歌？何の歌これ？隅か。あ、隅から潰す隅か。左上はあれですね、ポトゾルですね。あー、メガメガタイガですね。メタイメタイメタイ。もうすぐ24分ですけど、皆さん準備できてありますか？はようござんすね。あたしは今渓谷にいるわ。鉄を掘ってるの、鉄を掘ってるの。え、誰だっけそれ。誰でもない。え、誰かだよそれ。ジブリに出てくる。なんかだね。ね、ジブリに出てきてたよ。もしかしたら架空のジブリキャラクター作り出す才能あったかもしれん。あと2分で場所割れるから、あと1分ぐらいで見つけて焼けば、まあまあ安全かっていった感じだから、あと1分で出るか。肉あるのか、肉焼きながら掘ったりすればいいのでは。いいこと言うじゃん、君。ね、今までさ、意外とね、アドバイスしてたんだよ、お兄さん。さっきだけはしてくれなかったんだよね。さっきのはさ、もうできないのよ。キリアンが追ってきてるから早く行って、早く作って逃げろ。前回もね、ネタバレやそれ。最初あれ、シャー君、山崎っけ、あれ違った？俺前1周目の時のスマイル逃走の時、俺ゲームだから一緒だ ね。教えてくんないんだよ、うん、こいつ。いや、結構教えたよ。結構教えたよ。教えたろ。別に教えるゲームじゃないから、協力ゲームじゃないんだわ。そうよ、ちょっとぐらいさ、アドバイスしてくれない？うん。鉄出ない、やばい。出ねえな。深さこれぐらいだよね。もう深さこれぐらい。ああ、出た。ちょっと一個たまたま掘ったらでしたね。だいぶ掘ったな。まあ、とりあえずね。鉄欲しいってなるかもしれないからさ。まあ、そうね。鉄ピとかはまあいつか使うかもしれないけど。地下掘るのであれば。まあ、突き落としても、ね、ワンチャンしてないとかだったら、鉄装備とかも作れるかもしれないけど。そうそうなんだ。あ、落下ダメージって装備関係ないか。関係ないんだよね。いや、私みんな今、剣道外れのところにいる。チャンス、チャンス、チャンス。オーケー。結構散ってますね。ボートね。V の字が今綺麗に書きそうな、ね。ちょうど今ね、いいっすよ、これ。ボートも作っておくと。ボートももちろん作っておく。あと10秒で通知されます。関係ない、関係ない。一気に場所がバレるんじゃないですか。はい。これさあ、みんなから視線が向きましたね。ね、速攻離れる。これ大事。まあ、寄ってくるかわかんないけどね。みんなのサバイバル進捗したいだな。ボーン。見てまーす。マッシュ。こっちだ。見てまーす。あ、ちょうど間ぐらいだね。ちょっと左。中間の右側ですね。今左右もらった今。僕、はいはい、突っ込むわ。突っ込み。なんでやねん。突っ込みってむずいよな。マジでむずい。突っ込みし入りまーす。あ、突っ込みし入りまーす。いや。いやいつからいつからガチオニもやったんよそれ。ガチオニだっけ。ガチオニだっけ。動画でやった記憶はあったけど、突っ込むは突っ込めしはみんなやるの。やっちゃうから誰もが通る、誰もが通る道なのね。通っちゃうんだ。ハーマヨニー来るな。なさそうだね。てか平原っていうか、なんかそういう平たい地形がない。ない。確かに結構モリモリしてるね今回ね。元気モリモリモーリーファンタジーって感じの地形だわ今回。モーリーファンタジーネザーゲート作って通らせて殺すっていう方法どう思う？やば。それだったらさ、エンドポータルの方がいいじゃん。あれ一瞬じゃん。確かに。その作戦でいく？ちょっとじゃあ。エンドポータル作戦いく？エンダーマンいてさっき。おお。ブレイズロッドどうする？
無理だな。追われた森はね、やっぱ発光するのですよ。発光したらもう平坦な道だから加速してくる人たちが強いんでね。そうなんだよね。どうしようかな。さあ、みんながどれくらい斧を持っているかっていうのは大事な人だな、今回は。じゃあ、ね、斧、はあ、まあとっさに出ないだろう。まあそうね。でも俺割と最近斧ハマってるから、俺だったら斧作るな。あ、斧って気温とかでもだいぶダメージ高いからさ。強いけどね、普通に作るんだよね。あれあれ、俺一個も肉ゲットしてないんだけど、今まで鶏肉全然取れてなかった。ああ、知ってたよ俺は。これぐらい行ってくれてもいいんじゃない。いや、ゲームマスだから俺は。ああ、下、ね、南の方にゲームヒンター山岳があるな。ただ周りが平原だな。最後山岳に行くか。最後山岳に行けるのありかもしれん。なんとなく左下に来た。なんとなく火打ち石と内側に作った。そしてなんとなく鉄のツルハシを作ってしまった。これは衝動です。トゥルンとツルハシ、それは何？チカッとチカチカみたいなこと。あ、それそれだよ。割とそれだった。トゥルッとツルハシ、えぐ。それはさすがに。トゥルッとツルハシ。あ、早いね。え、こっちだわ。え、ねえやん。あ、びっくりした、びっくりした。いや、南見てた今。こっちです。あー、俺と中村の間ぐらいか。まあ動いてないね。どうしようか。動かすか。じゃね、これ結構さっき近くまで行ったもん。チカッとチカチカ、チカッとチカチカ、詰めてみますか。チカちゃん、やめて。さあ、場所が通知されます。これでどうすんの、まあ、ね、まあ、来るだろうけど、まあ、場所はバレたんで。よし、近い人はね、島行くから。でもあそこね、角を追い詰められるから嫌だな、ちょっと。じゃあ、そこの2人の間を左上に抜けて、まあ、特に鬼側も合わせらずに、お、止まってるんだけど。おお、なんか良さそうなものじゃない？良いが。なになに？トゲの鎧と？結界と？トゲの鎧に水中宝庫さん？水中宝庫さんだ。普通に、まあまあ生きる可能性があるぞ、これ。水中宝庫は泳ぐスピードも上がる？いや、泳ぐスピード上がんないな。高速度だから。最終的に水中に逃げるとか面白いなと思ったけど、別に水中宝庫泳ぎ関係ないんだったら変わんないわ。うん、これちょっと妙だな、これすげえ歩きづらいな。白樺の森燃やせよ、劇場版だよ。あー、ここで木を掘った跡がある。こっちに行くことによってスマイルはビビる。え、あいつこっち来てんだけど。あいつなんか気づいてんだけど。マグマの海あるな。マグマ拾っとこう、いざという時のために。まあ追われた森に潜伏したっぽいっすね。なるほどね。おお、ワールドモーリー。いや、ここ入られるとね。おお、ワールドモーリー。いいよ、2回言わなくて。冷めてあれ、なんか、羊毛が落ちてた。この辺か。あ、てか、そこだ。ここだね。羊毛が至るところに落ちてる。ここにいて、あ、俺がいるところだね。羊毛めっちゃ落ちてんだけど。どういうこと？この羊毛の間？花に囲まれ、これなんかの目印か。なんかの目印ってなんだ。いや、花、めっちゃさ、花に囲まれたさ、木あるんだけど、こっから掘ったとかある？羊が食っただけか、これ。まあ、下は行ってねえか。わからんわ。ちょっと現状では何もわからないので、ここで一回肉を焼く。ダメージ受け取るよ。水中歩行を利用して。どこに？あれ、一回置いたらダメだこれ。ああ、確かに。まあ泳ぐ方が早いだろうな多分。いや、どうなんだ、そんなことないか。達成されました。これで来るか、来るのか。なん、まあまあまあ、場所はバレたけど誰も近くないから。ボート乗るの止まらない、トラウマなんだよ。まあ、まあ、そうね、ボートはね、マップが見えなくなるからね、作戦が考えられないっていうね。森を燃やす民になる。いいね。森を燃やす民。ん？ジニーはボラギノール。え、そんなもろい。だあ、上かな？こっちだね。直線で詰めます。はい。あ、ちょっと膨らむ。じゃあ俺はどうしようかな。あっち。ちょうど湿地んとこかも。湿地かも。
海に出そうだけどな、こっちの。海出たとしたらぐるっと回って下の方行ってる可能性あるかもね。とかね。右下の人ちょっと下行っとく？ブルークかそれ。あ、センター、センター寄る？センター寄りかな、そうね。センター気持ち下？そうね。一番遠い人がセンターに基本行くようにするのがいいよな。うん。そうだね。確かに。なるほど。それ一番有効かもね。一人は確実に安牌なやつを選ぶってね。なんかもうガン押してるそれ。おい、どうしよう、僕頭ガン置いてか、ちょっとこっち側に牽制して、湿地側に逃がした方が良かったのかな、湿地側に。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、Twitter のフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。